北九州市立大野球場は、福岡県北九州市八幡東区にある野球場。当時の八幡市に、官営製鉄所の福利構成施設として1927年に、竣工、翌1928年に開場した。1934年、旧、日本製鉄発足に伴い、日本製鉄大野球場となり、1950年の八幡製鉄発足に伴い、 ヤワタ製鉄大野球場に、さらに1970年の新日本製鉄発足に伴い新日鉄大谷球場に改称した。新日本製鉄ヤワタ公式野球部と昭和初期中期ヤワタ製鉄所と文字鉄道局による定期戦正門戦は西の総計戦とも歌われ多くのなじ合いを残した。社会人野球以外にも高校野球、 大学野球公式戦も開催されるなど、アマチュア野球公式戦で広く使用された。プロ野球では、福岡県を本拠地としていた西鉄ライオンズ、北九州を準本拠地にしていた陽、洋松ロビンスの公式戦が開催された。1980年代から、鉄鋼不況の煽りを受けて、新日鉄も合理化を迫られることとなり、新日鉄八幡野球部は2003年の、 第73回都市対抗野球大会の九州二次予選で敗退したのを最後に配布され、大谷球場の管理権が2004年に北九州市に無償譲渡され、現名賞に解消した。以降も引き続き、社会人野球やクラブチームの対抗戦、高校野球福岡大会北部地区予選、九州六大学公式戦などに使用されている。市に管理権が譲渡された後は、 新日鉄グループの施設管理会社である日鉄ビジネスプロモート北九州を経て現在は新日鉄の後継企業である日本製鉄から事業譲渡を受けたスピナが指定管理者として管理業務を担っている2012年に合併により新日鉄が新日鉄住金に社名変更するまではスコアボードには新日鉄社掌がペイントされていたほか 外野スタンドには、当時のグループ企業の広告看板が建てられていた。また、新日鉄八幡の廃部以降は、大谷球場の利用率が低下しているのに加え、市内近郊に本拠を置く社会人チームが少なくなった、ことなどから、アマチュア球界や北九州市などの協力を得て、クラブチームを結成することとなり、2006年、北九州市民公式野球クラブが発足した。 両翼102メートルと非常に大きな球場であるため、観客席の収容人数を度外視すればプロ並みのスペックを持ち合わせた球場といえ、福岡ソフトバンクホークスの2軍戦が行うことがあるほか、ホークスの今宮健太が2017年以降、毎年キャンプイン前の自主トレを同地で行っている。また、2005年2006年には、韓国プロ野球、現代ユニコーンズが、 同球場で春季キャンプを実施した。このほか、毎年11月上旬に球場周辺で行われる企業祭ではエンディングショー、光と音の共演のメイン会場となる。2020年現在で11試合を開催。内訳は1リーグ時代2試合、セリーグ3試合、パリーグ6試合。ただ現在も、球場、新日鉄大谷球場という呼称が一部混在している。 また現在でも正門には新日本製鉄大谷野球場の表札がかかっている。ありがとうございます。